はい、皆さんこんにちは。東京美容外科のトトルです。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。はい、今日の質問は、幹細胞の化粧品とか治療とかいっぱいありますけど、本当に効くんですか？まあ、幹細胞の研究はね、ちょっとずつ進んでて、まあ、うちも慶応大学と共同でね、脂肪、さっきも脂肪吸引の話してるけど、脂肪取った脂肪から脂肪由来の幹細胞っていうのを培養したりしてはいるんだけど、まあ、それがまだどういう疾患に効くっていうのはまだまだこう結果が待たれるところで、いいって言ってね、まあ、飛びつくわけにもいかないよね。なんか幹細胞は、まあ、膝にはだいぶいいって言うよね。整形外科領域なんかではすごく、まあ、疾患によっては効くと思うんだけど、もうなんていうのかな、エステ業界とか化粧品業界ってもうとにかく新しいアドバルーンを上げ続けて、昔なんかダチョウの卵だとか、はいはい、聞いたことない？なんかダチョウはいいって聞きますね。なんかもういろんなのがもう毎回毎回こう出てはスタリ、出てはスタリっていうものの一つでしょうねって思ってて、幹細胞入りってなったって本当に入ってるかどうかなんか分からないし、まあ、幹細胞の上澄み液だけを一滴入れていいとか悪いとか、まあ、気持ちの問題じゃない？これ鮮度的に生きてるもん、化粧品とかに生きられるもん。生きてると思う？分からないです。人間なんてバカだからさ、何かにすがりつきたいって思うんだろうね。まあ、これで綺麗に、まあ、はっきり言って金儲けだと思いますね。そうですか。じゃあ医療とはまた別のジャンルってことですか？ジャンルですね。まあその本当にちゃんとした幹細胞を培養して、で自己血由来とか、まあ、でそれなりの何かあの効果はあるのかもしれないけど、まあ、きちっとしたエビデンスがないものはやらない方がいいと思いますね。まあ、大体何百万も取るところ、はい、注射で、なんかそこのクリニックの先生はウハウハらしいけど、僕もそんなに儲かるんだったらやりたいなと思ったけど、まあ、あの信頼を失うことの方が、富にはつながらないので、一時的にそれが儲かったとしても、まあ、すごいやらないで、本当にちゃんとしたことが分かってきたら、そんなの保険でも何でも出てくるはずだから、それもなぜ1回注射200万で10歳若返るとか、そんなわけねえだろっていう話。実際にいるんですか？そのクリニックあるよ。こういうクリニックあるんですけど先生どう思いますかみたいなのを聞かれるけど、別に否定はしてないよ、はいはい、言ったわけじゃないしね、よくその治療受けたわけじゃないから何も言えないけど、まあ僕は眉唾だと思ってます。まだちょっと様子見の段階。いや、行ったらあかんでしょ、そんなの。そのところで大金使うんやったら公共手術でもやれって感じだよね。リフトアップとか。自分のクリニックの宣伝になってしまいました。はい、はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。